東口小賀駅は、茨城県小賀市本町一丁目にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と、新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。 東北本線で唯一茨城県内に所在する駅である。両隣の駅は所在地がそれぞれ埼玉県と栃木県であるため、隣接する3駅連続で所在権が変わる。駅ビル、バルコがが併設されている。茨城県の最西端に位置する駅である。島式ホーム2面4線を有する高架駅。2007年3月にエレベーターが設置された。 東北本線大宮駅を山駅間で唯一、上下線別々の列車対比が可能である。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機を設置。1番線が下り、副本線、2番線が下り本線、3番線が上り本線、4番線が上り、副本線である。湘南新宿ラインの列車は前述のように、横須賀線へ直通する。 いずれも桜井音楽工房の製作日光2020年度の1日平均乗車人員は9032人である。コロナ禍前の茨城県内の駅では、水戸駅、鳥出駅、森谷駅、つくば駅、土浦駅に次いで第6位の乗降人数を誇っていた。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅前にはスーパーマーケットやビジネスホテルなど、 商業ビルが多く立地するが、少し歩けば、ほとんどが住宅街である。西側が、旧城下町、宿場町であり、歴史的建造物も,も存在する。古川の元々の市街地である。東口は1953年に開設され、ここから東へ伸びる、十件道路を中心に比較的、整然とした区画の市街が発達し、小賀市の中心市街地をなしている。 東口には、小賀市山は、総和地区、八仙台町方面、西口には、埼玉県九鬼市栗橋地区、茨城県境町方面へのバスが発着する。広報資料、プレスリリースなど一時資料利用状況。ありがとうございます。